2020-21シーズン B1 リーグ第30節千葉ジェッツ対サンドッカーズ渋谷。ただ今でもリップロテクションってやっぱりサイズが飛んできてるんでね、あそこが気になるんですよね。これも通りませんでした。さあ関野が1人走って富樫をかわすんですが、この後押し込むのはライアン・ケリーです。ジャクソンからもう一度ベンドラメ、なかなかシュート持っていきません。スリーポイントもある広瀬が狙ってきます。おお、決めてきました。さすがベテランの味ですよね。ジャクソンからもう一度ベンドラメ、なかなかシュート持っていきません。スリーポイントもある広瀬が狙ってきます。おお、決めてきました。さすがベテランの味ですよね。富樫君には激しくダブルチームいってるんで、外から打ってくる関野、いいボールのムーブメントでしたね、今のはね。シェファーコーキがいるのでね、まあ大きいんですよ、三河はかなり、その時にこのオンスリーで戦うところも考えていかないといけないんでね、大事かもしれませんよね。最後は石井からここはマカドゥが決めてきたんですが、石井から前、マカドゥ、ダンカン、ギャビン・アダムも来ていますが、おお、決めてきました。ダンカンもいいディフェンスですけどね、今ね、チップしたんですよね。富樫へのマーク、おーっと石井から来ましたマカドゥ。ちょっと時間がかかっている川谷から打ってきますが、この当たりはさすがですライアン・ケリー。山内、そして広瀬、メンバーも変わっているこのエリアです。中行きました山内。マイナトのゲームは3分の1のスリーポイントで8ポイントという数字だったんですが、マカドゥです。能力の高さというのがありましたが、森真から逆サイド、ライアン・ケリー、これですよ、外しません。外さないですね。ライアン・ケリーが今度はドライブ、これも持ち味下がりながらです。ワンツーステップで止まったがターランドですけど。ボールをキープ、山内はドライブもありますが、またパスになりました。ナイスパスですね。あの辺は山内君よく見てますよね。はい、石井です。どこに出すか、飛び込んでいく。ここはトラベル見てないですね今。はい。最後はマカドゥ。ここはパワープレー。手につかなかったんですが、ファウルです。シュート入っていたということになりました。バスケットカウント、ライアン・ケリー一瞬狙いかけたんですが、回してから返しますね。関野決めてきます。関野です。そこも空いている。関野がまた打つ。決めてきました。48点取ってるんですけど、富樫君がまだ0点なんですよ。そうですね、今日、1試合平均14点取るというよりも、当たれば20点以上取りますからね。ライアン・ケリーはここまで10ポイント、さらには関野が9ポイントというところで現在ベンチですが、森真、距離があった、難しいシュート決めてきました。渋谷ですが、先ほどこの森真のシュート決まっています。ベンドラメ、どういったイメージがあるか。サイズがついている。中、決め込む。決めてきました。それもファール吹かれましたかね。それまでは共にプレーしていたんですが、ボールを囲むようにして勝利で終えたいという両チームではありますが、ライアン・ケリー。ただその前のこのプレーです。これは素晴らしいですよね。これだけ長くやっているというところもありますが、今度はライアン・ケリー、やっぱ精度高いですよね。まだ油断はできないという中ではありますが、このスリーポイント、山内がうまく取ります。そして今度は決めてきました森真です。森真のスリーポイント、ここはさあその渋谷もまた打ってくる。関野がどうか、ライアン・ケリーが取る、決めてくれます。これはいいですね。ここは抜けました。ジャクソンです。ただその前のプレー、マカドゥというのを見つけたい渋谷ですが、さあベンドラメ、ギビン・エドワーズのところ、もうボールを取りました。守った。そしてライアン・ケリーに激しいマークしたんですが、ここはスリーポイント。空いてますね。決めてきました。もう本当にここですけどね、空いてしまったらこのリズムはダメですね。はい。躊躇なく打ってきます。こういったデータもありますが、ここはなんとか野口につないで、中二人がかり止めに来ますが、ここは決めました。これでギャビン・エドワーズ、ファールアウトと石井のスリーポイント、安定しないですね、石井君ね、なんかうまい取りましたが、ジャクソンがね、よく取りましたね、今ね、これ、攻めていいと思いますよ、はい、ここは最後、フリーになりました、そして5秒、船橋アリーナ、オープン。